小鳥、俺と結婚しろ。うん、オフ。それ本気で言ってる？ああ、本気も本気、大本気だ。もっと上手いセリフを考えようとしたんだけど、半分凍っていたため思いつかなかった。凍っている時にそんなこと考えてたか。なるほどね、小太郎くんの意見はよくわかったよ。どうしたことに急ににこやかになって。どうもしないさ。ただちょっとお手洗いに行かせて。返事は？答えは？気になる正解は WC の後で。あ、ふう、何を？愛のロックだ。束縛された。もう一度シンプルに言う。本気？そうだ。本気の本気？そうだの、そうだ。おう。断ってもいいから、最後まで逃げないで聞いてほしい。おう。どうしても、今じゃないとダメ？もうちょっと、冷静になってからの方がいくない？例えば、再来年とか。いつだろうが、俺の考えは変わらない。頼む、最後まで聞くだけでもいい。イエスかノーかでお答えください。うん。あ、そうそう、こんなネタもあるんだった。ん？森の主を探せ。町の釣り人からもらったネタなんだけどね。風祭りの森に巨大魚、懸賞金50万。巨大魚か。よくある話だな。うろん、はあ、ウーロンな話。ダイエットに良さそうですね。待てよ。ん？小鳥、ちょっと来てくれ。なあ、これいつもの魔物でしたってオチじゃないよな。うーん、あ、一応私じゃないよ。なにこそこそ話してんのさ。ああ、いや、おまた。お待たせです。テンション上がる。おお、冷たくて気持ちいいぞ。お前らも早く来いよ。待て待て、準備運動してからじゃないと危ないぞ。溺れたらどうする？そん時はルッチーさんが助けてくれれば。私が？平気だ。うん、じゃあ準備運動終わりです。そっちは余裕で足つくからな。はーい。ん？何です？いや、かわいいな、それ。そうです。咲夜さんがいっぱい用意してて、ものすごい吟味したんだよね。もうちょっと布の多いのが良かったんですけど。今がベストだ。よかったね。はい。うん、小鳥もいい感じだぞ。私はついでみたいだね。そんなことないです。小鳥も可愛いです。あら、やだ、やっぱり大鳥小鳥になっちまおうか。法改正が行われてからだな。ところで冷たい？ちょうどいい感じですよ。おう、いい湯加減ですな。極楽極楽。そこが砂になっててちょっとくすぐったいですね。お、
魔女様セクシーですな。なんで私ばっか取るのよ。他の子たちを取ればいいじゃない。もちろん後ほど。おかけんの活動記録だもんね。ネクタイ曲がってないか。嬉しそうだな。うちの会長、服装見苦しいのに厳しくってさ、自分はだらしないこと多いのにな。まるで逆った犬っころだ。あ、なんか言った。女にうつつを抜かすのはいい、だが勝負は神聖なものだ。違うか。立派だ吉野、さすがの一言だ。けど。けど俺は女にもうつつを抜かしたいんだ。こんな裏切り者が。あ、そっちでしたか。呼び出したんだからいるに決まってるじゃない。シャワー浴びてたんすか。いいゴミ分っすね。いいじゃない、昼休みのシャワーくらい。 JK のたしなみよ。そんなたしなみはないっす。っていうか今時 JK とか言うな。で、ご用件は何ですか。昼休みあと20分くらいしかないんで手短にお願いしたい。大変なことになったのよ、我がおかけの一大事。またっすか。正真正銘の大事件でしょ。あんなことがよくあってたまるもんですか。いや、よくあるでしょう、会長の周辺では。コタロ、チョコ食べる？もらうわ。今この姿を見られたら確実に付き合ってると思われるだろうな。困った。チョコバナナです。なんかよくわからん外国のお肉料理うまい。お、馬車だぞ。うまー。ザワークラウトたっぷりホットドッグだそうだ。どうだジョーちゃん、うめえか。うまい。うまそう。ください。うまそう。よし沈む、食うぞ食うぞ。しずる、ごめん。楽しかった？
まあそのそれはそのこれは違いますね。わかるか、この豆の価値が。ええ、今までかがりちゃんが飲んできたものとは明らかに一味違います。非行のベストバランスがこの中にあります。うっさ。絶妙のウォーター感が広大な砂漠にみずみずしくどこまでも広がっていくかのようです。えらいプラス方向の意見だ。こんなんで喜んでくれるなら高級品ならどんなことになるやら。え？張り付いてるな。かがり、お前を調べようとしているスパイがいるぞ。そこに。放っておきます。かがりちゃんをいくら調べても時間の無駄だとそのうち気づくはずですから。